どうも、キュウイツネカイマです。おしゃべりね。ミシシッピ。ションベンブリブリ。固形出てるな。というわけでですね、今回、マズラビート、都市伝説シリーズでございます。マジというわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでいます。うわっどうぞ。なぜそれ。あー、ミスター関。水8リットル飲むからだろう。むしろ溶けるな。今回の都市伝説は、アメリカ・アリゾナ州を何度も襲う謎のケムトレイル。それは、ある恐ろしい計画のもと行われていたというのね。というわけでですね、今回そのアリゾナのケムトレイルについて触れていきたいと思います。軍用機などを用い、上空から化学物質を散布し、人口削減を図る陰謀論の一つとして語られているケムトレイル。ケムトレイルは一見コントレイル、飛行機雲と似てるけども全く違い、低空で行われる農薬散布や人工降雨や空中消火などよくある空中散布とも違うのよ。化学物質を高層圏に計画的に放出することで生じる珍しい飛行機雲のようなものが上空に現れるんだ。煙たがられる。自分で言うな。そして嘘のような話だけども、何度もアメリカ・アリゾナ州を襲ってるというのよ。事の始まりは2014年と言われてるけども、少なくとも2010年が一番最初の被害であり、当時オバマ政権下において不法移民取締法案をめぐりアリゾナ州は対立した。ちなみにおならをするとうんこの粉末ケムトレイルがね出てくる。聞きたくねえよ。そこで堪忍袋の尾が切れた連邦政府は猛毒ケムトレイルをアリゾナ上空に散布したというのよ。そしてそのケムトレイルにはバリウム塩、アルミニウム塩、ボゾモニウムを含むというのね。そして某大学教授によれば、このケムトレイルの影響を受けたのはアリゾナ州人口の 70% の地域だというのよ。つまり不法入国者の取り締まりを図る戦略であり、アリゾナ州移民法案の支持者だけを消すための作戦だと教授は語ってるのね。賢い。褒めんなよ。また使われたものは新種のナノマシン型高性能薬剤で、通称スマートケム。これは特定のメンバーだけに標的を絞ることが可能であり、標的を追尾しピンポイントに付着するというの。おお、じゃあもうつけたいやつにだけつけることだっていう。そうですね。ふざけたことやりやがって。八王子なめんな。やばい人だ。そしてこのケムトレイル散布後、移民法案を支持するアリゾナ住民だけが嘔吐やムカつきなどの症状が報告され始め、その後急にオバマ政権へ支持が傾いたというね。そして2014年11月、突如上空に3機の航空機が飛び去った後、雨だれのように15から18センチほどの繊維が降り注いできたというのね。そして目撃者はアメリカ空軍の輸送機 C-130 であったというのよ。おもちろ。地底人か。そしてそれは蜘蛛の糸よりも太く丈夫であったといい、住民を震え上がらせたのよ。普通に感動した。そしてこの繊維をグランドキャニオン大学の科学捜査研究所が調査したところ、この繊維は小麦、グルテン、パシトラシンなど抗生物質の混合物であることが分かったのね。そして付近の畜産農場などで使用されている自然分解されるもので、人体に無害だとされてるけども、なぜ軍用機が撒いたのかと考えたら不気味なのよ。そこで近隣住民は前例があるため、この結果には納得がいかず、再度別の研究所が調査したところ、この繊維には高濃度のストロンチウム、バリウム、アルミニウムが含まれていることが判明したのね。これらは人体への影響が認められ、ヨーロッパ諸国やブラジルでは規制対象にもなってんだよ。ぐんぐん。食ってんな、お前。そしてこれらケムトレイルは、気象工学という名のもとに行われている人口削減計画の一つであり、大規模ではないものの、今回の例は住民の思想操作で利用されたのね。軍用機がただ糖質をばらまいたってことだっちゃうわけじゃないね。そうですね。あもうね、家系ラーメンばらまけって話。太っちゃうよ。そしてこれらの物質が農畜産業地帯にまかれてることが最も恐ろしいことの一つであり、危険物質をかぶった飼料を家畜が摂取すれば、それらの物質は体内に蓄積され、その肉を食べた人体へと被害が広がってるのね。そして土壌汚染とは食物連鎖に大きく影響を及ぼし、長期的な影響を与え我々の体を蝕んでいくのよ。そしてこれらの汚染は今も世界中で密かに行われてる。シュシュシュ出所してくるの。